番松岡弘子、バイスキャプテン11番大島城南天、同じバイスキャプテン94番丸塚九郎、白のチャージ選手代理クリーマシンからは主将57番青木俊樹、副将19番金子金子、同じく副将52番小山浜田、同じく副将27番木崎拓也の各選手です。このセレモニーでおきましてはポイントが行われ、前半最初の攻撃点および両チームの陣地が決定されます。それではポイント賞を行います。コインの場所青ゴム、グリーンホールの選手代が表側から表を通して表が出ます。選手代が出ます。選手代が出ます。陣地につける方向を決めてください。じゃあそのように並び替えてください。前半中大学レシーブ、コイントスの結果三角点を獲得しました。前中大学グリーンマシンレシーブを選択しました。本日の第1試合テオリジェガーズに対する前中大学グリーンマシンの勝利、テオリジェガーズにヒットで対しています。慶応義塾大学15番清田優のヒットで試合を勝ち取りました。清田の結果による相手のゾーンを超えましてタッチダウン。選手代渋谷マシンの前半最初の攻撃は自身の25ヤードセンターとなります。ボールは自身の25ヤードセンター。選手代渋谷マシンが前半最短攻撃をしています。ファースト3点。プレー開始前、ハードマークが出ました。監督の作成です。フォルスタート。オフェンス63番。小山を走る。ガウは発射。こんにちは。先週大学にフォルススタートの反則がありました。プレー開始前に動いてしまうという時のスタートの反則。反則にまして小山を発射。下がった時間から大事なのをやりません。
専修大学最初の攻撃初成功です。クォーターバック12番角間涼からワイドレシーバー19番金子太郎へのパスが成功。1ヤードを前進しています。専修大学2回目の攻撃3番ファーストマン残り14ヤード。先週代の第2弾の攻撃はランクラス。ランニングバック25番、内村優太のボールを反応し、手渡ししました。2回の攻撃で4回の進行、先週代の3回の攻撃第3弾。ハーフ3枚残り11アウト。ランニングバック25番、内村優太にボールをピッチ、ノーマルしました。手を打ち合わせのディフェンスライン94番、並木拓郎が届きます。選手大学、ハーフターンまで9ヤード、第4ダウン、最後の攻撃に変えます。選手大学第4弾最後の攻撃は完璧。パッと取ったボール競技時代の選手当たりましたから選手大学の選手がリカバー。選手大学25番内村優太がリカバーした点から選手大学の攻撃が続きます。ボールは敵陣の37ヤード地点。選手大学の選手がボールを押さえた地点から選手大学ハーフ3点。フルバック19番、金子太郎にボールを反応、手渡ししました。太郎の攻撃、20ヤードを前進。選手大学、ハーフ3の獲得です。選手大学の攻撃を続けます。敵陣の17ヤード地点から、ハーフ3点。パスが不成功。1プレーに1回だけ狙える何方向のパスプレー。キャッチされる前に、キャッチする前に、地面にボールがついてしまいますと、パスを不成功になります。レシーバーカバーしていました。31番、ディフェンスバックは、手を打ち合わせ、萩原拓実。パスは不成功。選手第1、元のチームから、ランダーにポイントを変えます。ランニングバック28番、ギャルの攻撃ボールを渡しました。ただの攻撃は3ヤードの前進。選手代して第3弾です。パーサーマン残り7ヤード。
ーターバック12番角までを自らボールを使って中央を使った彼の声で選手代表ハーフタイムの曲です。選手代表ゴールの6ヤードハーフタイム2ゴール。クォーターバックは反応を取りましたマイクルバック19番の金子さんの6ヤード8点マン。選手代表のトライコールポイント勝ちたまりさんの追加となります。しかし、ファウルマークが上がりました。監督の発想です。ファーストスタート。スナッパーに。正確です。15ヤードを待っております。次の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 この反則は次のチップリンクしておきます。トライボーポイントキックは成功が31番加藤恭喜選手代表第1クォーター 4分15秒初段のトライボーポイントのキックで7点を先制しております。50ヤード地点から転換した選手代表のキックオフで試合が始まります。フィールド上にはファウルマーカーが出ました。監督は発生です。先週大学の選手が蹴ったボールが直接サイドラインを割りました。フリックスのアウトオブバウンズの判断。選手大学は5ヤードバックアップキックオフを選びました。
慶応義塾大学自陣25ヤード地点からハーフターン転換。左サイドのパスが成功、慶応義塾大学クォーターバック15番名村美希からワイドレシーバー27番石井優太のパスが成功しています。2ヤード進めて慶応義塾大学第2番ハーフターンまでは8ヤード。慶応義塾大学セカンドの攻撃ダンクロー、ランニングバック44番浅井博之にボールを落としました。2回の攻撃で6ヤード進めて第3ヤード、慶応義塾大学ハーフターンまで残り4ヤード。パス成功です。クォーターバック15番名村美希からのパスをキャッチ、ライブレシーバー11番は大島善、彼のおかげでハーフターン獲得しました。慶応義塾自陣35ヤード地点からハーフターン転換。右サイドでパスを投げました。このパス成功しています。パスキャッチワイドレシーバー83番山下幸太郎、このプレーはノーブのボール前に進めることができませんでした。慶応義塾大学セカンド転換。左サイドにパスが成功、クォーターバック15番名村からのパスを、ワイドレシーバー13番は岡本誠司、慶応義塾大学第3番ハーフターンまで残り3ヤード。ここでクォータータイムアウト、水分補給のためのタイムアウトが変わります。本日も大変蒸し暑くなっております。ご観戦中のお客様におかれましても水分補給を十分にされまして、熱中症にはご留意ございますようよろしくお願い申し上げます。ウォーターパイマーを開けまして試合が再開されます。ボールは1番43ヤード地点、慶応義塾大学第3番ファーストアンバルは3ヤード。パスは通っています。15番名村からワイドレシーバー13番岡本へのパスが成功。慶応義塾大学はノーゲーム、慶応義塾大学第4番の攻撃を変えます。慶応義塾大学第4ラウンド最後の攻撃は完成でした。ボールを取って攻撃点を取る中間に臨機を回復しました。カウンター77番宮本和志、慶応義塾大学は選手が試合として取った時点でプレー終了となっています。攻撃点は選手が始めています。選手大学自陣の16ヤード地点からのハーフターン転換。
選手大学フルバック19番金子智也にボールをハンドオフしています。ただいまのプレー6ヤードの練習。選手大学ライン番ファーストまずは森ガード。ランニングは25番、内村優太にボールをピックしました。しかし、球場の上にはハードマーカーが出ております。オフェンス14番、10番がプレー、ガンは3番。攻撃側は選手大学にホールディングの反則がありました。攻撃側の選手が相手選手を手で掴むことは反則とされています。反則のあった点から10ヤードのバッターとなります。選手大学下がった地点から第2弾の取り回しです。ボールは自身の15ヤード地点まで下げられました。選手大学下がった地点から第2弾、ファーストダウンは11ヤード。クォーターバック12番、勝間亮からワイドレシーバー13番、実勢11番、ほぼ利用体のパスが成功。彼らの成功、選手代、ファーストアンド獲得です。ボールは自身の32ヤード地点まで進みます。選手代、新たに4点の貢献を獲得、ファーストアンド点。奥に長いパスを狙ってきましたが、このパスは不成功。選手大使元の決めから弾丸のコースを変えます。選手大使が弾丸、ファーストダウンは残り10ヤード、スタンバイ。左サイドのパスが成功。クォーターバック12番、勝間からのパスを打ち、ワイドレシーバー24番は岸本明夫。選手大学4ヤード進んで第3番、ファーストダウンでは6ヤード。選手大学陸上進入、ハーフタイムの監督です。パスキャッチ、ライデンシーダー24番、岸本明夫。選手大学陸上の44ヤード地点でパーサン獲得、パーサン点。フルバック19番、金子智也にボールをハンドオフしました。わずかに変わったのを取りに負けた9秒後の練習。選手代表第2弾です。ファーストダウンまで残り1ヤード。
ランニングが25番内村にボールを渡しました。彼のプレーはノンブリ選手第3弾パークサマーの残り1ヤード。ランニングが25番内村優太にボールをハンド。早くの試合にいます選手大学ファースターの獲得です。ボールは敵陣の33メートル選手大学の攻撃が続きます。ファースターの点ダイレシーバー11番はコロリオーダー選手代表第2弾パーサーマーは残り3ヤードです。ランニングアップ25番内村優太にボールをキックしています。左サイドで展開しました選手大学ファーストランドを獲得です。ここでクォータータイム第1クォーターが終了しました。第1クォーター終了しまして得点は0対7。攻撃は白のジャージ選手大学がリードしています。守り切り切り替えまして試合は第2クォーターに移ります。